小倉駅、アミュプラザ小倉左側のマークがロゴアミュプラザ小倉は、福岡県北九州市小倉北区朝の一丁目にある商業施設、九州旅客鉄道が、小倉駅南口に建設した複合ビル内の商業施設、アミュプラザの1号店。1998年3月に開業。日本国有鉄道小倉駅は、1958年に、現在の西小倉駅の場所から移転。 その際、民衆駅として5階建ての駅ビル、ステーションビル小倉が開業。1973年には、山陽新幹線の岡山博多間開通を見越し、ホテル棟が建てられ、小倉ステーションホテルが開業した。しかし、国鉄の分割、民営化後、建物が老朽化したことなどから、建て替えの構想が浮上。これに合わせて、 北九州モノレールの乗り入れも行うこととし、1993年から約5年の歳月をかけ建て替えられた。もともと、アミュプラザといえば、この施設を指していたが、小倉で一定の成果を上げたことから、その後長崎駅と鹿児島中央駅における大規模な駅再開発においても、その施設名に、アミュプラザの名称が用いられた。加えて、九州新幹線全通に伴う、 博多駅再開発においても専門店区画の名称としてアミュプラザを用いることになった。そのため2009年以降他の施設との区別を明確にするため正式な名称をアミュプラザ国倉に変更した。近年となんとの入れ替え等を積極的に進めている他地域にある他の商業施設等とも連携を図る。その一環として2010年10月から ウィーラブ e コクラキャンペーンに参加する。2013年3月には、開業15周年の節目として、過去最大規模の改装が行われた。地下フロアは駐車場、スーパーマーケット、ドラッグストアなど、1階から5階までは、物販店、6階以上は、レストラン、カルチャースクールクリニックなどのサービス施設、ホテルなどとなっている。 近年テコ入れのため、順次改装を進めている。レストラン街は、2007年4月25日に、アミュダイニングとしてリニューアル、シアターを設置し、映画の上映も行われていたが、現在は行われていない。ここでは、代表的な店舗のみ上げる。服食店は、数が多いため、ホームページを参照されたい。主語家については一部テナントでは利用できず、また、 2010年2月に導入された主語化ポイントについても一部導入店での買い物には付与されない。ありがとうございます。